その昔、いえ、ほんの少しだけ昔、日本で戦争がありました。19年10月10日、沖縄の那覇はアメリカ軍の激しい空襲に遭いました。僕はお母さんとおばあちゃんと一緒に逃げました。たくさんの人が死にました。隣の家のおばさんも、じっちゃんも、友達のカズちゃんも、カズちゃんのお姉ちゃんも、みんな死んでしまいました。でもこんなことをした鬼畜米英は絶対に我が日本軍の反撃と神風によってやっつけられると思います。よし、山城君はあの那覇空襲にあっても、鬼畜米英恐るに足らんとお母さんおばあさんの手助けをして避難した。小国民として誠に立派な態度であったと先生は思う。山城のお父さんは大工さんで今軍の工事を手伝われており、お母さんは那覇に残って病院で働かれている。だから山城はご両親と離れ、おばあさんと一緒にこの浦添の親戚の家に住むことになった。ビー、転校してきたばかりで友達もいない。だからみんな仲良くしてやってほしい。ブーンってすごい音で艦載機が急降下してくるんだ。その時敵のパイロットの顔が見えたんだ。真っ赤な顔してて、まるで赤鬼だ。その艦載機ってなんだ。なんだよ、知らないのか。敵の空母から飛んでくる飛行機だよ。ほんとすごいんだから。こんなやつだ。ダラダラ撃ってくるんだぜ。鉄夫くん、怖くなかった？全然。敵の弾になんか当たるわけないよ。でも周りはボーボー燃えててすっごく熱かった。あっ、本当は怖くて泣いてたんじゃねえのか。ケッ、飛行機にこんな歯なんてあるわけねえだろ。なんだよ、お前が知らないだけだ。敵の飛行機の前の方にはギザギザの歯が書いてあるんだぞ。嘘つくな。嘘じゃない。こんな田舎じゃ敵の飛行機なんて見たことないだろうけどな。何を。やるか。見張り。ちょっとやめなさいよ。町から来たからってでかい顔すんな。誰もでかい顔なんかしてねえよ。てめえ生意気なんだよ、おねえら。やったな、この野郎。おらー、やめなさい、この野郎。急げんな、この野郎。やめてません。ありがかわいそう。
アリなんか別にかわいそうでもなんでもねえよ。アリだって生きてるのよ。そんなの関係ねえよ。やめてってば。うるせえ。空襲で那覇の町は焼け野原になっちゃったんだろう。おばあ、おばあ。おかえり哲夫くん。ただいま、おばさん。学校楽しかったかい？おかえり。どうじゃった学校は。面白かったよ。よいしょ。友達はできたかい？うん、すぐ仲良くなった。どうしたんだその傷は。あ、鉄棒から落っこちただけだ。あれ、おやつじゃ。なんだ、また芋か。芋でも食べられるだけありがたいことじゃ。いただきます。日本軍万歳万歳。おばあ、敵の飛行機の前の方にはギザギザの歯が書いてあったよな。おばあは目が遠いから知らんな。後でおじさんにでも聞いてごらん。うん。助かったのは先に逃げたやつだけじゃねえのか。勇敢な小国民は空襲警報と同時に逃げ出して助かりました。空襲警報発令、空襲警報発令。ほら、早く逃げろよ。逃げてなんかいないぞ。何をして
よし、前進。今度は10周にしよう。お、言ってくれるじゃねえか、鉄夫。よし、10周だぞ。おい、花子、よしこ、10周だ。今度は10周だからちゃんと数えててくれよ。私も入れて。花子ちゃん、無理無理、女には無理だって。やめとけって、落ちると言ってえぞ。平気平気、気をつけるよ、花子。大丈夫だってば。ありがとう、鉄夫くん。引っ張るぞ。花子、花子。あ、おばさん。花子、どうしたの、お母さん。早く降りてきなさい。お兄ちゃんが、お兄ちゃんが。お兄ちゃん。この兄ちゃん、確か空襲にやられて病院に入院してたんだよな。きっと死んだんだ。バカ、そんなこと言うな。なあ、おば。なんだい。人間って死んだらどうなるんだ。どうにもならん。どうにもならんってどうなるんだ。無になるだけじゃ。死んだら体が朽ち果てて沖縄の土になる。その上からガジュマルだのサトウキビだのデーゴだのが生えてきおる。虫たちも生まれてきおる。獣たちも生まれてきおる。そしてガジュマルが枯れて、サトウキビが枯れて、虫たちも獣たちも死んで、
また沖縄の土に帰る、それだけじゃ。怖くねえか？なんも、そうやってみんな生きてきたんだから。ご先祖様もわしたちも沖縄が生きとる限りずっと続くんだ。ずっとずっと。花子のお兄ちゃん、確か空襲にやられて病院に入院してたんだよな。きっと死んだんだ。このお兄ちゃんな、やっぱり死んだ。鉄夫は絵描きになるのか？ああ、戦争が終わったら本土の学校で絵の勉強したいんだ。ふーん。よく降るな。なんだよ、俺には教えてくれたっていいだろ。はあ、着くまで我慢我慢。乗りを一番機、飛行準備完了。発進。ブーン。あ、おえゼロ戦。ブーン。毎年5月か6月頃、ウミガメが卵を産みにやってくるんだ。じゃあ、卵が食えるんだ。バーカ、うちの門中にそんなこと言ったら半殺しの目に遭うぞ。なんで？この辺りの門中は、卵を産みにしたウミガメにお酒を振る舞うの。そうすると、海がたくさん、たくさんお返しをしてくれるのよ。いっぺん見てみたいな、ウミガメが卵を産むところ。見られるさ、俺が連れてってやるよ。本当か？ああ、私も行く。ああ、じゃあ約束。うん。指切り玄満、嘘ついたら針千本。よし、俺の秘密基地はすぐそこだ。あー、待って。このガマが俺の秘密基地だ。なんだか怖い。おい、鉄夫。なんだ。持っててくれ。どうなってんだ？まだ行ったことないんだ。よし、それなら行ってみようぜ。うん。ちょっと。
もう水あったかいぞ。もうめちゃめちゃだってさ、たくさん死んだみたいだよ。ユミタンも爆撃されたんだって。カデナもやられたって。カデナもやられたって。敵の上陸が近いって噂だよ。そんなもん来るなら来いだ。日本軍と神風がやっつけてくれんに決まってるな。あテツオ、どうしたんだ。あ、ううん、なんでもない。
今度からいっぱい兵隊さんが来てんだぞ。兵隊さんが守ってくれるさ。あ、どうしたって言うんだよ。なんだか変な予感がするんだ。予感ってなんだよ。わからないよ。わからないから行ってみるんだよ。花子の家か。うん、ああ待てよ、鉄男。おい、花子一人でカデナに止めたんだよ。でも花子のおっかカデナで働いてるから心配だって。鉄男、見てないけど、その子どこへ向かったんだ。カデナ。ダメダメ、カデナは空襲だけじゃなくて艦砲射撃を受けてるって話だ。悪いこと言わないからお前も戻りな。ありがとうございます。おい、こら、そっちは危ないって。ご先祖か知りませんが、少しの間だけお墓に隠れさせてください。敵の飛行機、鉄男が言ってたようにギザギザの歯が書いてあったな。怖かったね。俺も本当は怖かった。那覇の空襲の時も怖くて怖くて、何が何だかわからないままお母さんに手を引かれて逃げ回っただけなんだ。立派な小国民なんかじゃないんだ。当たり前だろ、誰だって怖いに決まってるさ。さっきだってしょんべんちびりそうになったぜ。私少しちびった。やだ、ほんのちょびっと、ちょびっとだけなんだから。ちょっと笑わないでよ。芋を食うか、畑からもらってきた。これしかないから分けっこだ。俺んちこの頃一日一食になってきた。どこんちも同じだよ。一日二回食える家なんてないさ。あ、戦争なんて終わらないかな。戦争が終わったら何をしたい？俺は腹いっぱい白いご飯が食いたい。そうじゃなくって将来よ。
俺は父ちゃんの後を継いで漁師だな。花子はどうなんだ？私は学校の先生になるの。へえ、しょんべんちびっても先生になれるのか？やだもう。俺は絵描きになりたい。哲夫くん、絵上手だったもんね。俺、ウミガメを絵に描いてみたい。ウミガメが卵を産むところを見てみたい。そういや、そろそろだな。まあ今年は無理だとしても、きっと来年には見れるさ。またジュゴンと遊べるかな。私が先生になったら、子供たちみんなとジュゴンと遊ぶの楽しいだろうな。そん時は俺も行くからな。俺も絶対行く。今年は収穫が遅れてるんだ。みんな頑張ってくれよ。大丈夫か？しっかりしろよ、花子。Thank you.
死んで沖縄の土に帰るんだ。みんなみんな沖縄の土になっちゃうんだ。砂があったかい。砂だぞ。毎日変えてあげるから早く帰れよ。
その昔、いいえ、ほんの少しだけ昔、日本で戦争がありました。大勢の人々が亡くなりました。大勢の沖縄の人々が亡くなりました。